ボルハ・バストンこと、ボルハ・ゴンサレス・トマスは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。スペインセグンダ・ディビシオン CD レガネス所属。ポジションは FW。アトレティコ・マドリードの下部組織であるアトレティコ・マドリード B 出身の選手。2009年にプロ契約を結ぶと、2010年5月、ヘタフェ CF 戦で後半10分から途中出場し、プロデビューを果たした。2011年夏、レアル・ムルシアにレンタル移籍したのを皮切りに、SD ウエスカ、デポルティーボ・ラ・コルーニャ、レアル・サラゴサとレンタル移籍を繰り返して、経験を積むと、2015から2016シーズンは SD エイバルにレンタルされ、リーグ戦で18ゴールを記録する。2016から17シーズンは、移籍期間満了で一度アトレティコに戻るも、監督のディエゴ・シメオネが構想外としたこともあり、スウォンジーシティ AFC へ完全移籍した。しかし、3度の監督交代を強いられた。チーム状況下で18試合に出場し1ゴールと期待を裏切る結果となり、翌2017から18シーズンはマラガ CF へシーズンローンの形でスペインに戻ることとなった。2018年7月16日、デポルティーボ・アラベスにレンタル移籍した。2020年1月31日、アストンビラ FC にフリー移籍で加入した。2020年9月7日、CD、レガネスへ移籍。スペイン代表として 2009FIFA U-17 ワールドカップに出場し、チームを3位に導き、自身も5ゴールを挙げて、得点王を獲得した。ありがとうございます。